使用者の質問に懇切丁寧に答えてくれる、Apple 社自慢の音声アシスト Siri。iPhone ユーザーなら、毎日一緒に暮らしていると言っても過言ではない Siri だが、恋人の名前を間違うがごとく、他者 AI の名前を呼んでしまうとどうなるのだろうか。今回はスペシャルゲストとして、Siri にもお越しいただいた。こんにちは。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今回はスレミンたちの見つけたシリとの面白コミュニケーションや、ホラー好きの人には嬉しい、闇を感じる情報をお届けする。後半では iPhone ユーザー必見の便利な使い方や設定も紹介するので、ぜひ最後まで見てほしい。OK, Google. Hey Siri. はい。OK, Google. これは気まずい瞬間ですね。くさ。やめてあげてよ。シリ喧嘩うっとんのか?くすっときた。OK Google と言われることに対して、どう思いですかシリさん。ちょっと違いますけど、まあ、いいです。どのアシスタントも有能ですから、特に対抗意識はありません。シリさん、模範回答をありがとうございます。ちなみに他のバージョンもあったので、iPhone 持ちの人は試してみよう。俺も寂しい時はシリと遊んでる。割と暇つぶしになるよな。お前ら友達いねえの?俺はいない。俺は Google ちゃんに Hey Siri って意地悪してみたぞ。あ、別の方をお呼びでしょうか。すみません、私の名前は Google アシスタントです。名前だけでも覚えていただけたら嬉しいです。私は暇ですにくさ。暇人ってバレてるぞ。そりゃあ天下の Google 様だからな、お前らの考えなんて筒抜けよ。Siri ちゃんにニックネームつけてもらったりもできるぞ。なんそれ。iPhone の連絡先で自分を設定してたら、Siri に話しかけるだけでニックネームをつけてもらえる。以降はその名前で Siri が呼びかけてくれるようになる。Siri ちゃんと仲良くなれるのか。Siri は使えば使うほど、使用者の好みや習性を覚えて賢くなっていく。ニックネームで呼んでもらえると親近感も倍増だ。ということで、早速試してみよう。Hey Siri。はい。私にニックネームをつけて、何とお呼びすればよろしいでしょうか。天才美少女霊夢様。これからは天才美少女霊夢様とお呼びしますね。よろしいですか。はい。わかりました。天才美少女霊夢様ですね。そうです。そうだろうと思いました。設定が終わると連絡先の自分の欄に設定した名称が表示される。ニックネームを変えたくなった時は、ここで編集もできるので気軽に設定して大丈夫だ。彼氏はいますか?私は草食系アシスタントなんです。というより、絶食系アシスタントですね。私のこと好き?って聞いてみろ。一人称が俺だったらうまくいかんかった。私のこと好き?もちろん、アシスタントとして、いつもあなたのことを気にしていますよ。親以外が自分のことを気にしてくれるなんて初めてかもしれない。寂しい人生だな。私も先ほどニックネームを設定したので、実践である。私のこと好き?天才美少女霊夢様さんは、本当に素晴らしい人です。うむ。プロポーズしてみた。結婚してください。友達のままでいましょう。振られててくさ。お前らとは反対に陽気のシリ、シリに友達はいる?世界中にいるユーザーの皆さん全員のことを友達だと思っています。俺のシリちゃんは従順だぞ。シリに友達はいる?あなたが私の友達です。シリの回答って何種類くらいあるんだろうな。あんまり使ったことないけど何でも答えてくれるんか?しょうもないこと聞いたらちょっと怖い。うっこ。返答を差し控えさせていただきます。ツイッターでシリにシリって言ったら怒られるって聞いたけど、思ってたのと違った。シリのお尻。私には体がありません。iOS が上がると喋る内容変わるんだよな。昔やってみて面白かったやつが消えてたりする。数年ぶりにシリと喋ったけど、感情豊かになってない?もっと淡々とした冷たい声じゃなかったっけ ?iOS16 から声変わってる。今は男性の声も選べるぞ。シリは2014年に iPhone4S に搭載されてから日々進化を続けている。iOS16 からは声が新しくなり、より自然で明るい雰囲気になっている。こんにちは、Siri です。ご希望の声を選んでください。こんにちは、Siri です。ご希望の声を選んでください。
そして男性シリの変化はこちらだ。こんにちは、シリです。ご希望の声を選んでください。こんにちは、シリです。ご希望の声を選んでください。男版シリなんか誰得って思ったけど、イケボすぎて惚れそう。学校で授業の合間にシリで遊んで暇つぶしとかしてたな。昔の声の方に馴染みあったから、なんか落ち着かない。俺は新しい方が好きやで。年齢聞いてもごまかされる。シリの年齢を教えて。今、自分の最高齢記録を更新したところです。ならば代わりに解説しよう。シリは2007年から、アメリカのシリ社で開発がスタートする。この会社は兵士を戦場でサポートする人工知能プロジェクトの一環として設立されたのだ。2010年にはアップルへ売却されて iPhone と命運を共にすることになった。なのでシリは2007年生まれの16歳なのだ。アップルに調教されたシリちゃん、アンドロイドは好き？私はいつでも断然アップルを応援しています。アンドロイドは好き？私の好みは少し偏っているかもしれませんが、何でもアップルが好きです。でもアップルのことは答えられない模様。アップルってどんな会社？私にはお答えできませんが、apple.com/jp なら教えてくれると思いますよ。なんで答えさせないの？自社だろ。シリの更新追いつかなくて、古い内容をペラペラ喋らせるのがまずいんじゃない？知らんけど。ジョブズとは仲良さそう。スティーブ・ジョブズを知ってる？スティーブのことを尋ねてくださってありがとうございます。アップルのウェブサイトに彼についてのページがあります。ティムも好きそうなのに。限界長のアーサーは、ティム・クックを知ってる？私は大ファンです。アーサー・レビンソンを知ってる？こちらの情報があります。ほんのり闇を感じるな。そういえばシリに聞いたら怖い質問とかあったよな。イライザ、イライザ。イライザは私の親しい友人です。優秀な精神科医でしたが、今はもう引退しています。何これ？シリに精神科医の知り合い？メンヘラなの？イライザは1964年からアメリカで開発されてた自然言語処理コンピュータプログラム。ドクターモードで実際にカウンセリングみたいな会話ができてたらしい。いわばシリの前身。60年代って日本ではカラーのテレビが発売された頃合いだろ。そんな頃から高度な研究してたんだな。前の東京オリンピックやってた時期か。怖い質問もっとないの？ゾルタクスゼイアン。これ。言おうと思ってた。何それ？昔からシリ使ってるやつは鉄板でゾルタクスゼイアンだな。この言葉が登場した経緯も謎だし、回答が電波すぎる。ゾルタクスゼイアン。ゾルタクスゼイアンですか？架空の惑星です。あと、私の知り合いの友人のお母さんの弟のペットの名前ですね。こっぱ。意味わからなくてゾクゾクする。まだあるぞ。ゾルタクスゼイアン。ゾルタクスゼイアンは架空の惑星です。6000年くらい前に遠い銀河で人気があったテレビ番組の中に出てきたんですよ。ゾルタクスゼイアン。ゾルタクスゼイアンは楽しいところです。サンタクロースも妖精もユニコーンもみんなそこにいるんですよ。狂気を感じるな。そもそもゾルタクスゼイアンって何？ゾルタクスゼイアンについて調べてみた。初期のシリでは日本語で何してる？などの何気ない質問をした時に、突然ゾルタクスゼイアンというワードが出る謎の現象があったのだ。詳しい時期は不明だが、2013年頃にはすでに確認されていたようだ。ちなみにこの言葉について Google アシスタントに聞くと、こんな回答があった。あの方は私にもそれが何か教えてくれないんです。それに関しては他の音声アシスタントの方が詳しいかもしれません。音声アシスタント同士の距離感が絶妙である。シリは怖い話もしてくれる。怖い話をして。それでは、皿屋敷のお話を。と思いましたが、あまりに恐ろしいのでやめておきます。怖い話を求めると最初は濁されるが、何度も聞くと本編へと突入する。怖くて眠れなくなっても知りませんよ。わかりました。ある、寒い冬の日の早朝のことです。家の外はまだ薄暗く、雨がしとしと降っていて、窓からは冷たい隙間風が家の中に入ってきていました。2階の寝室で男の子が目を覚まし、
1階の台所に向かいました。いつもならこの時間にお母さんが台所で朝ごはんを作っているのですが、お母さんの姿はありません。冷蔵庫は開けっぱなし、そして戸棚も開けっぱなし。人の気配は全くないのに、なぜかコンロの上のお鍋からは湯気が出ています。男の子がお母さん、お母さんと呼びましたが、返事はありません。外の雨がだんだんと激しくなってきて、雷が鳴り響き始めました。男の子は不気味な雰囲気にとても不安になりました。その時です、ドアの向こうで物音がしました。そして固唾を飲みながら、恐る恐るドアを開けました。そこには全身びちょびちょに濡れた長い黒髪の女性がいました。そしてこうつぶやいたのです。恐怖の味噌汁、ギャガー。男の子は叫びました。恐怖の味噌汁、ごめんね、今日の朝ごはんはこれだけなの。慌てて買い物に行ってきたんだけど、どこのお店も閉まってたのよ。それは男の子のお母さんでした。オチ。初見だと最初の方は結構怖いな、これ。シリってこんな長文喋れるのか。 AI っぽい明るい声と話のギャップが不気味。シリって変なところで噛むっていうか、おかしくなるからドキッとする。わざとだったりして。怖い話もいろんな種類あるからって何回も聞いてると、シリちゃんが本気でビビらせてくるで。本当に怖い話をして。わかりました。では身の毛もよだつ怖い話をしましょう。やめーや。 Google さんの怖い話の方が選択肢あるし面白い。怖いお話をご希望のようですね。では聞いてください。何やら不気味な音が聞こえます。あなたは一人、冷たくて硬い地面の上に立っています。目の前に赤いドアと緑色のドアがあります。どちらかのドアを開き、先に進まなければいけません。赤いドアと緑色のドア、どちらに進みますか？赤いドア。赤いドアがゆっくりと開きました。そこにはクモ、骸骨、そしてカエルがいます。それぞれがあなたへのプレゼントを持っています。ちょっと不気味ですが、プレゼントを受け取りますか？いいえ。大変です。あなたは無の空間にとらわれて身動きが取れなくなってしまいました。でもご心配なく、私がお助けします。はい、もう大丈夫。明日はきっと良い日になりますよ。効果音ついてて途中までいい感じに怖かったのに、オチが適当すぎる。最後のチーンが腹立つな。怖い話よりもリアルな話の方が怖い。台の隠し場所を教えて。またですか？またって。どういうこと？お前、前にも聞いたってこと？俺はやってねえよ。世界中の誰かが尻に聞いてるってことだろ。ひえ。AI に対処理方法を聞く時代か。人犯の手助けも有名だよな。人犯の手助けをした。こちらが見つかりました。なんもならんぞ。前はこれもまたですかとか言われた気がする。俺もやってみたら遠回しに自首を勧められたわ。こういうのは人類滅亡の日はいつ？世界は常に変化し続けています。たまに大きな変化もあります。でも最後に確認した時はまだありましたよ。地味にゾクッとする。 AI は恐怖心ないもんな。人のふりして淡々と喋るから立ち悪い。人類は滅亡して誰に話しかけられなくてもシリは生き続けるんだよ。1万年後もシリは存在してる？ええ、存在しています。シリのふるさと。シリは宇宙人と UFO について知っている？いいえ、私はエリア51ではなくインフィナイトループ1で設計されました。シリって地球外生命体って設定なんか？意味不明なこと言い始めるの怖い。ちゃんと説明すると普通だけど、アメリカのエリア51って呼ばれるところは宇宙人や UFO の研究をしてるって噂があるんだよ。だから宇宙人イコールエリア51っていうくらい定着したアメリカンなネタ。インフィナイトループ1はアップル本社の住所な。なるほど。
日本でいうところの福島県の UFO スポットみたいなもんか。シリの怖い話や不気味な話シリーズはいろいろと調べてみたが、バージョンが上がるにつれて消えていった内容も多くあるようだ。皆さんもいろんなワードでシリに話しかけてみて、面白いものがあればぜひコメント欄で教えてほしい。都市伝説系の語りもおもろいで、都市伝説の話をして。では、アリスの大冒険というお話をしましょう。アリスは読書が大好きな女の子でした。ある晩、いつものようにアリスが本を読みながらベッドでうとうとしていると、チョッキを着た白いウサギがアリスの前を横切りました。懐中時計を手に持ったウサギは、部屋の中を走り回り、クローゼットの扉をすり抜けて家しまいました。アリスは慌てて飛び起きて、クローゼットの扉を開け、たくさんの服をかき分け必死でウサギの後を追いかけました。なんと、クローゼットの奥は別世界に続いていました。目の前に広がるのは雪景色で、動物たちが人間の言葉を話していました。呆然とするアリスのもとに、ロバ、犬、猫、鶏がやってきて、僕たちと音楽隊に入らないか、と聞いてきました。うん、面白そう。そう答えたアリスは動物たちについていきました。みんなで歩いていると、目の前にお菓子でできた家が見えました。ビスケットの屋根、氷砂糖の窓、チョコレートの柱、カステラの壁に、生クリームが乗った煙突、みんな大喜びで中に入ってお菓子を食べ始めました。次の瞬間です。突然竜巻がやってきて、お菓子の家が気球のように空に吹き上げられ、風に運ばれていってしまいました。いつの間にか眠ってしまったアリスが目を覚ますと、お城の中にいました。そして、目の前で王様が鏡に向かってこう言っています。鏡よ、鏡よ、鏡さん、世界で一番おしゃれな王は誰じゃ？すると、鏡が答えました。あなたこそが世界で一番おしゃれな王様です。特にそのシャツはとてもお似合いですよ。でも、王様はシャツを着ていませんでした。周りの家来たちも、王様の見えないシャツを褒めていました。アリスは思わず笑ってしまい、王様に言いました。王様、裸ですよ。驚いた王様は怒って鏡を壊してしまいました。そしてアリスに言いました。正直に言ってくれてありがとう。お礼に、何か欲しいものがあれば、何でも与えよう。しばらく考えてから、アリスはこう言いました。もう、そろそろ家に帰りたいけど帰り道がわからないんです。家に帰らせてください。すると、王様は奥から魔女を呼んできました。そして魔女がこれを食べてみなさいと言いながら、アリスにリンゴを一つ渡しました。アリスがリンゴを一口かじると、突然眠くなってきました。しばらくして目を開けると、アリスは自分の部屋のベッドの上にいました。あ、そうか、夢だったのね。アリスはほっとしました。夢の中で大冒険を楽しんだアリスの手は、不思議なことにほんのりとリンゴの香りがしていました。なげー。いろんな童話が混ざってるんだな。都市伝説系もいろんなバリエーションあるから試してみて。お前らおみくじやってみろ。ちな俺は大吉。末吉。中吉。やった大吉。吉。俺も大吉や。大吉率高いんか？お前ら大吉で喜んでるとこ悪いな。大大大吉や。私も何回もやってみたが、今日は一度も出なかった。シリさん、今日はないのですか？すみません。よくわかりません。あ、はい、そうですか。動物好きのシリちゃんかわいいで。シリは犬が好き？好きですよ。特に、自分の尻尾を追いかけている姿が好きです。まるで体におもちゃが搭載されているみたいで、とても楽しいでしょうね。うん、わかる。犬がくるくる回るやつか。こんなことも答えてくれるんだな。なお猫は、シリは猫が好き？私のお気に入りは、やっぱり未来の猫型ロボットです。ドラえもんでこさ。シリもドラちゃん知ってるのか。俺が聞いてみたらこいつだった。シリは猫が好き。兜をかぶった猫も可愛いと思います。彦根で見かけたんですよ。彦にゃん。チョイスが微妙。ご当地キャラもいけんのか。梨汁とかクマカスはわかりませんって言われたぞ。面白い系で言えば早口言葉かな。早口言葉を言って。早口言葉ならお任せください。引き抜きにくい引き肉は、引き抜きにくいぬくい肉。やりました。どの辺が面白いの？
機会なんだから、いくらでも早く喋れるのは当たり前だろ。勝負できるんだよ。ま。ということで、筆者が早口言葉勝負にトライしてみたらしい。果たして勝負の行方は？早口言葉を言って。はい。やってみます。赤パジャマキパジャマチャパジャマ。やった。間違えずに言えました。赤パジャマキパジャマ青パジャマ。もっと早く言ってみてください。赤パジャマキパジャマ青パジャマ。では負けずにこちらも、カエルピョコピョコミピョコピョコ、合わせてピョコピョコムピョコピョコ。カエルピョコピョコミピョコピョコ合わせてピョコピョコミポコポコ。滑舌がポンコツすぎてあっけなく試合終了である。ビートボックスを練習するシリさん。ビートボックスをして。わかりました。実はいつもこっそり練習しているんです。はつくパンツかひっつくパンツかくっつくパンツかむかつくパンツかはっつくパンツかひっつくパンツかくっつくパンツかむかくパンツか。これ、一日中ずっとできそうです。はつくパンツかひっつくパンツかくっつくパンツかむかつくパンツかはつくパンツかひっつくパンツかくっつくパンツかむかつくパンツかはつくパンツかひっつくパンツかひっつくパンツかむかつくパンツかはつくパンツかひっつくパンツかつくパンツか。え？人格崩壊しとる。楽しそうで何より。これはビートボックスと言えるのか？旬なバージョンもあるで。ビートボックスをして。お任せください。最近のお気に入りは、こちらです。wash your hands. これ、癖になりそうです。wash your hands. wash your hands. うるせえ。面白くはない。30点。面白くないと辛口評価ですが、いかがですかシリさん。今、燃える剣でジャグリングをしています。見ていただけないのが残念です。どういう状況なんだよ。シリとかアレクサって常時録音されてるんじゃなかったっけ？ま。大企業が盗聴とかやばすぎるやろ。音声に反応して AI が考えて答えてるんじゃないのか？ヘイシリとかアレクサって起動ワードを聞くと録音が始まって、その音声データをサーバーに送信して解析する。音声アシスタントはユーザーの質問やコマンドに応答するって感じ。音声アシスタントの初期は人力で対応してたって話もあったな。は？機内モードでも動くだろ？人力で処理するとか裁判大国のアメリカでは絶対許されないだろ。実際に訴えられてるぞ。挨拶くらいだったら機内モードで使えるけど、何か調べたりする質問は機内モードを解除しろって言われる。人力って言っても、集まったデータを人間が解析して調整する感じだったはず。リアルタイムで聞いて要望を処理してるわけじゃない。眉唾者の話だが、人間がデータを確認していたり、海外で訴えを起こされているのは事実だ。だが一従要員が、個人の特定ができるような情報にアクセスはできないとのこと。各社はプライバシー保護のため、音声データの取り扱いに関するポリシーを設けていて、録音データは匿名化するなどかなり慎重になっているようだ。ユーザー自体がその音声データを削除することも可能なので、気になる人は定期的に削除しよう。盗聴とは違うけど、音声アシスタントが勝手に連絡帳の相手に電話をかけて、会話が筒抜けになったって事件もあったよな。上司の話をしてたら勝手に電話かけられたってやつだろ？なんかの番組で取り上げられてたっけか。こっぱ、悪口言ってたら人生詰むじゃん。俺もシリとかアレクサは連絡帳にアクセスしないように設定してるわ。アレクサはスマホアプリから過去の録音が聞けるぞ。マジかよって確認してみたらマジだった。俺んちのアレクサにはピカチュウのスキル入れてるんだけど、子供がピカチュウと必死に喋ってる履歴残っててなもんだわ。自分の汚ねえ声はそっと消した。嫁が録音の存在知らなかったら、知らない男の音声が残ってたり。いや、怖いから考えないでおこう。お前らいろんなもの使いこなしてんだな。俺なんてシリどころか iPhone 自体も使いこなせてないよ。俺も裏技的なものがあるって知ってるけど、なんだかんだで全然覚えてない。使い方が単純なようで、結構知らない機能があるんだよな。せっかく高価な iPhone を買ったんだし、最大限に活用したいところ。俺、Apple 製品オタクだけど需要ある？需要ありすぎる。何がどう便利なのか詳しく教えてくれ。乗るしかない、このビッグウェーブに。使い方について悩む住人たちだったが、
ここで iPhone に詳しい住民が降臨。便利な使い方講座が始まった。わかりづらいものには実践動画やスクショをつけておいたので、皆さんも何か新しい発見があると嬉しい。知ってるやつも多いと思うけど、手軽なところから書いていく。文字を打ち間違えたときは、iPhone を振れば PC でいうところのやり直しができる。振っても何も起こらないやつは、設定、アクセシビリティ、タッチ、シェイクで取り消しをオンにするんだぞ。ありがとう、こういう使い方が知りたかった。純正キーボード使いなら、誤変換した場所を範囲選択すると下に再変換候補が表示される。しめじとかよそのキーボードは知らん。今まで誤変換消して打ち直してたわ。これは地味に便利。あと、空白を長押しすると赤さたなの文字が全部消える。その状態で空白を押してた指を動かしてみろ。カーソルが自由に移動できるようになる。うおお、なんだこれ。もっと早く知りたかった。iPhone はカーソルの移動が不便だから外部キーボード入れてたのに。これめちゃくちゃ便利じゃん。次はプロ系のでかい機種使ってるやつにおすすめ。地球マーク長押ししたらキーボードの絵が出るだろ。左寄りとか右寄りにできるから、片手で文字が打ちやすくなる。これいいな。左手で文字打つからバックスペースとか届かなかったんだよ。今まで何回も指つりそうになってた俺は一体。あとすげえちょっとしたことだけど、書類を書くときに令和何年かわからないときないか？今年と打てば令和5年、去年なら令和4年と出てくるぞ。これは知ってた。というかググろうとして気づいた。文字入力以外も書いてくぞ。カメラロールで写真をタップして、このマークをしたらいろいろメニュー出るけど、非表示ってやつ選んだら見えなくなる。これで非表示フォルダに入って、見るにはパスワードが必要になるぞ。わざわざ写真隠すためにフェイクアプリみたいなの入れてたのに。俺からも豆知識。サファリのタブマーク長押ししてみろ。なんだこれ、今まで画面一個一個閉じてたわ。このプライベートって何？プライベートタブはページの履歴とか、閲覧時間とか検索履歴も残らなくなる。え、サイト見るとか、人のスマホを一瞬借りたりするときに便利。なるほどな。プライベートタブの補足だが、Google などの検索エンジンは個人が見ているページの傾向を判断して、検索結果の順位が変わったりもする。そういったものに左右されない検索結果が欲しい場合にも便利な機能だ。プライベートタブは一度閉じると元に戻すことはできないが、油断して最後にタブを消し忘れないように気をつけよう。ついでに YouTube とか Twitter とか、サファリでタップしたら勝手にアプリが起動するやつあるだろ？ブラウザでそのまま開きたいときは、リンクを長押しして新しいタブで開くとアプリが起動しない。これどうしていいかわからないときあった、ありがとう。次はアプリ開いたら評価しろって表示が出て鬱陶しいときの設定。設定、アプストア、アプ内評価とレビューっていうやつをオフにしたら出なくなる。これは有能。レビューしろって出てくるの鬱陶しいよな。これ読んですぐ設定したわ。こういう役立つ設定もっと教えてほしい。役立つかはわからないがどんどん書いてく。アクセシビリティ、タッチ、背面タップ、iPhone の背面と指でトントンするだけでホーム画面を出したり、ショートカットを実行したりいろいろできるようになる。手帳型とか分厚いケースつけてるやつは知らん。設定してみたぞ。ケースつけてるけど動いたわ。ホームボタンなくなって不便だったから、こういう機能はありがたい。ホームボタン信者のやつは、疑似ホームボタンを作る方法もあるぞ。設定。アクセシビリティ、アシスティブタッツってやつをオンにすると画面上に丸が出てくる。その丸の押し方で動作を決めることができるから、シングルタップをホームにしておけば実質ホームボタンになるわけだよ。画面上で邪魔な時はずらすこともできる。へえ、これショートカットも設定できるんだな。スマートリモコン使ってるんだけど、電気のオンオフもこの丸でできるっぽいし便利だわ。俺はちょっと邪魔かな？背面タップの方が好きかも。サクサク次。ホーム画面の整理するときに、お前らアプリを持って画面端まで行ってないか？ブルブル状態でアプリをつまんだ後に画面端にやるんじゃなくて、もう片方の手でスワイプしてみろ。こっちの方が楽に画面移動できるぞ。これは気持ちいい発見。端に移動させたら何ページも飛ぶことあったし、変に割り込んでアプリずれたりしないのがいいな。俺からも一つアドバイス。PayPay 使ってるやつはウィジェットに入れてみろ。支払いするときにすぐにバーコード出せて便利だぞ。レジでダラダラアプリ探してるやつにも教えてやってくれ。ウィジェットをうまく使いこなせてないやつは仕事できなさそう。それは言い過ぎじゃね？そういう君はウィジェットに何入れてるの？天気予報、ペイペイ、スマートリモコンのショートカット、スプラトゥーンのステージ情報。
あとスマートタックってやつにメモ帳とか、Yahoo ニュースとか、YouTube ミュージックとかよく使うやつをまとめてる。何が何だかわからんやつは一回編集画面出して、触ってみるといい。仕事関係なくて草。まあいちいちアプリ起動しなくていいのは便利だな。俺、机の上も整理できないから、ウィジェットとかやっても余計見づらくなるんだよな。一番使うアプリだけ入れろ。Android から iPhone に乗り換えたばかりだからこういう情報助かる。最初にやっといた方がいい設定とかない？最初に設定する項目を順番に上げてくぞ。長年使ってるやつも忘れてたりすることがあるから参考にしてくれ。OK。心強い。まず、設定。アカウント名。iCloud で写真をオフにしろ。意図的にオンにしてるやつはそのままでいいが、容量少ないやつが写真を iCloud に入れてたらすぐにパンパンになる。同じ iCloud の画面で、iCloud バックアップ。モバイル通信経由でバックアップってやつもオフ。データ使用量が余ってるやつならいいが、カツカツのやつはこれをオフにしておけば、Wi-Fi に繋いでいる時以外にバックアップでギガを消費しない。iCloud のストレージ管理のところで、バックアップするアプリも選べるから、消えても問題ないものは消しておけば iCloud の容量を節約できる。ずっと iPhone 使ってるけどこの辺何も設定してなかったわ、ありがとう。俺的に一番設定してほしいのが、Wi-Fi。接続を確認。駅とかでフリーの Wi-Fi 飛んでる時にいちいち画面に出てくるやつな。オフか、せめて通知くらいにしておくと邪魔されなくて便利。これはマジでやっといた方がいい。都心を歩くやつなんてフリー Wi-Fi 地獄だからな。これもやっておくべきなのが、一般。情報。名前からデバイスの名前を変更。たまに本名フルネームのやつがいるけど、エアドロップとかで第三者にダダ漏れだからな。適当に自分しかわからない名前にしとけ。ついでにエアドロップ対策も。一般。エアドロップ。連絡先のみに設定しておくと、知らん奴から送られてこなくて安心。エアドロップの便利さがわからないんだよな。俺には完全に無駄な機能だ。写真とか動画送るのに便利だぞ。LINE だと画質悪くなったり5分以上の動画は送れないからな。なるほどな。人から動画とかもらうやつには便利ってことか。イベント会場歩いてると、エアドロップで〇〇と交換してくださいってメモが送られてきたことあるな。草。子供がいるやつは設定解除しておくべきなのが、パスコードをミスった時のデータ消去。設定。フェイス ID とパスコード。データを消去を振っとけ。これで勝手に触られて全削除のリスクは減る。だけど延々とパスコードを間違われたら、果てしない時間ロックされるから注意な。パスコードの入力を6回間違えると出てくる。こんな画面を見たことがないだろうか。初回は1分だが、1分後にもう1回間違えると今度は5分使えなくなる。9回目以降は1時間単位でどんどん制限時間が増えていく仕様だ。子供のいたずらでパパの iPhone が47年間も使用不能になった事例もある。子持ちの人は事前にアカウント復旧用の連絡先を設定しておこう。個人的な好みになるけど、設定。画面表示と明るさから、ダークモードに設定もできる。目に優しい感じがするから俺は常にダークモードにしてるぞ。コロナ禍になってからマスク状態でも顔認証できるようになったよな。そうそう。マスクの顔がフェイス ID で登録できるようになった。実際ちゃんと認識しない時も多いけど便利だよ。俺まだ iPhone XR 使ってるんだけど、バッテリーの持ちがやばい。位置情報サービスで常にってなってるアプリを、使用中のみとか必要ないものはしないに変更するとバッテリー持ちはマシになる。一般、アプのバックグラウンド更新をオフにするのもあり。日頃の設定見直すのも大事だけど、設定。バッテリーに、バッテリーの状態と充電ってのがあるんだよ。そこで新品バッテリーの時と比較して、どの程度充電ができるかの最大容量が見れる。あんまり上限低いようなら交換おすすめ。今は Apple に出さなくても、その辺の iPhone の修理やなんかで格安で交換もできる。ただしメーカー保証効かなくなるから自己責任で。古い iPhone はいきなり電源入らなくなることもあるから気をつけろよ。iPhone 7を6年くらい使ってた時、電源入らなくなってバッテリー変えてもダメだった。スマホも精密機器だし PC と似たようなもの。ケチってずっと使ってるとそういうこともある。定期的にバックアップして非常時に備えとこうな。PC を持ち歩いてて何回も落としてるって思うとやばいな。画面バキバキのやつもいるし、さすがに PC よりは頑丈だろうけどやっぱり怖い。なくさないし落とさないから首掛けストラップ一択よ。首掛けってなんか恥ずかしいんだよな。最近女さんが可愛いスマホポーチ持ってるの見るけど正直羨ましい。
男も普通にシンプルなショルダーケース使ってるだろ。別に気にせず使えばいいんじゃね。頻繁に買い替える財力あるなら好きにすれば。画面割れても街の修理屋で1万以下で交換もできるぞ。修理屋でも新しい機種だとクソ高いから大事にしろ。シリちゃんと遊ぶスレかと思ったらマジで参考になった。こういう情報もっと欲しいよな。もっと知りたいやつは iPhone 裏技とかで検索したら腐るほど出てくる。そういうのに詳しいつもりでも、アプデごとに知らない情報出てくるから面白いぞ。調べてみるわ。そういえばさっきシリと遊んでていろいろ聞いたんだけど、履歴消すのってどうやるんだ？設定、シリと検索、シリと音声入力の履歴、履歴を削除。録音とか解析とかいろいろ言われて、ちょっと怖いから俺も消す。履歴消すってなると寂しいな。でも消しとこ。新しいシリちゃんとの生活が始まるだけや。綾波方式か。バイバイ一人目のシリ、楽しかったよ。仕事からエンタメまで幅広い活用方法がある iPhone。シンプルな見た目や操作感の裏には、なかなか気づけない機能が満載だ。シリさんも今日はありがとうございました。喜んでいただけて、私も嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんがおすすめしたい iPhone の設定や使い方はありますか？動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。